大勲入り課大受賞は大官帝国の勲章の一つ。1900年4月17日、大勲入り課大受賞は大官帝国直令第13号の勲章条例によって制定された。大勲位随星大受賞の会、大局章の上位に位置している。名称は大官帝国の国章から取られている。大局章を受けた者の,の中で特別の功績がある場合に対し、 皇帝の特使によって授与された。大君入理科大受賞は大受賞である正明と副賞からなる。勲章は金星であり、直径は約7.5センチメートルである。白の縁取りが入った大局を中心にして、公職の極光が周囲へ広がり、四方には三つの白の曲行、白の極光の間には三連の理科側を描くように配されている。 大樹と正明をつなぐ宙も金星であり、白の理科に3枚の葉が添えられている。宙の裏には、右横書きの天書体で、勲功聖書と刻まれている。副章も、基本衣装は正明に準ずるが、直径は約9センチメートルとやや大きい。裏には、中と同じく縦書きの天書体で、勲功聖書と刻まれている。 大君入り下大受賞を退勲する際は、右肩から左下へ大樹をかけ、樹の交点に中と正明を取り付ける。副章は左胸に配用する。略樹の材質は大樹と同一である。形状は円形であり、公職の地に黄色い理科が描かれている。略樹は通例ボタンホールに配用する。役職は原則受賞当時。ありがとうございます。